それでは2月の定例記者会見を始めさせていただきます。暦の上ではですね、春を迎え次第に日が伸びてきていると実感をしております。日中は暖かい日も増えてまいりました。しかしながらですね、朝晩はまだまだ気温は低く、体調管理が難しい季節が続いております。新型コロナウイルス、また季節性のインフルエンザも流行も心配されておりますのでですね、健康に十分ご留意いただきたいと思っております。季節の話題を一つ紹介をさせていただきます。ふるさと龍ヶ崎ブランド農産物認定第1号でありまして、茨城県青果物銘柄産地にも指定をされている龍ヶ崎トマト、これがですね、出荷の時期を迎えております。本市ではですね、生産されている品種でありますが、レディーファーストトマトですね、これはゼリー部分が少なくですね、果肉がギュッと詰まっております。味が濃く、酸味、甘み、うまみのバランスがですね、取れていることが特徴でございます。独特な、形状とその栽培方法からですね、全国で2件しか作られていない希少なトマトで自慢の特産品でございます。先週17日金曜日にはですね、龍ヶ崎トマトの目揃い会を実施しまして、今年の出来は非常に良いと伺っております。2月上旬から6月上旬で出荷時期でございます。3月から4月が良質ともに最も安定する時期のようでございます。生産時期が短く、流通する量も限られておりますが、機会がありましたらぜひご賞味いただきたいと思っております。続きまして、新年度予算案と新年度の組織案に関してでございます。去る10日金曜日、令和5年度新年度予算案と新しい組織機構を発表をさせていただきました。令和5年度予算は市民生活を取り巻く厳しい環境の中でもですね、市民サービスを低下させることなく、本市の最上計画である龍ヶ崎未来創造ビジョン4-2030に位置づける事業に対して重点的に配分をさせていただきました。合わせて行政のスリム化、市民サービス向上を図るべく、令和5年4月1日から龍ヶ崎市役所の組織機構を変更することとしております。急速に変化する社会情勢やさまざまなニーズに対応できる社会組織体制とさせていただきました。新たな最上位計画の下、新たな組織体制で市民の皆さんと一緒により良い龍ヶ崎市を共に作ってまいりたいと考えております。それでは本日の情報提供に入ります。はじめに簡単窓口システムに関する情報提供でございます。住民票の写しなど各種証明書の申請時の負担を軽減できる簡単窓口を令和5年3月1日から1日水曜日から導入をいたします。簡単窓口ではですね、マイナンバーカードなどを専用スキャナーで読み込むことで、住所や氏名、生年月日など必要項目が印字され、各手間を省くことができます。導入の対象となるのは本庁1階の市民窓口課のほかですね、西部東部出張所市民窓口ステーションの各窓口でございます。今回のシステムの導入によりまして、窓口に来られる申請者の負担が軽減されることが期待をされます。次に防災龍ヶ崎総ダウンロード数1万件突破に関する情報提供でございます。近年の台風や豪雨などの気象災害は頻発化、激甚化、広域化をしております。全国的にも見てもですね、これまでの経験したことがない災害も発生をしております。災害に正しく備えるために、さまざまな情報をあらかじめ収集しておく、また災害発生時にはリアルタイムの情報も必要になってまいります。本市では必要な情報をスマートフォンから収集することができる防災アプリを令和2年度から適用しておりますが、去る2月11日土曜日に総ダウンロード数が1万件を突破をいたしました。本アプリでは最新の防災に関するお知らせをはじめですね、防災マップでは浸水想定区域や土砂災害警戒区域の場所、さらには AED の設置場所も確認することができます。その他ですね、防災のために必要な備えなどの
情報や防災行政無線の放送内容も確認することができます。今後も市民の皆さんに防災情報や災害情報など本アプリを通じてお届けしてまいりたいと考えておりますので、この機会に龍ヶ崎防災アプリ、防災龍ヶ崎のアプリをダウンロードしてみてはいかがでしょうか。以上で私からの情報提供を終わります。詳細は担当から説明をさせていただきます。